ロックフィルダム。ロックフィルダムは、ダムの形式の一つで、岩石や土砂を積み上げて建設する形式のダムである。内部は、中心部を粘土、その両脇を砂や砂利、外角部を岩石で覆う三層を50に分かれた構造を持つ。中心部の粘土質は、コア材、射水壁とも呼ばれ、このコア材が水をせき止める。その両面に砂や砂利からなるフィルター材が積まれ、 コアが崩れないように支え、さらにその外側に岩を敷き詰めたロック材を幅広く、積み、コアとフィルターを支える。水を遮る方式によっていくつかの明けに分類される。ただし世界的には、ロックフィルダムとアースダムの基準が曖昧である、材料を混成して建設される場合があるためことから、厳密な区別はさておらず、一括して、フィルダムもしくはフィルタイプダム、 あるいはエンバンクメントダムと呼ばれる。日本においても近年ではゾーン型フィルダムと呼ばれる場合が多々ある。詳細はフィルムの項目を参照。ロックフィルダムの外観は通常岩石が剥き出しの状態であるが中には芝生で覆われているダムもある。この場合アースダムと外観が似る。ダム停滞に備えられる通路は関西用であり犬走りと呼ぶ。 貯水の浸透を防ぐため、ロードローラーなどの大型工事用機械で十分に、締め固めながら、徐々に盛り土を行うのが、通常の方法であるが、透析工法と呼ばれる山状から透析して積み上げる、方法もある。なお、ロックフィルダムの試工法はやがて重力式、コンクリートダムの試工法にも応用され、セメントの水分含有量を、極力少なくした超固めりコンクリートを薄く、 相上に打設する RCD 工法として発展し、現在では、その派生である拡張レア工法などとともに、重力式ダムの主要な工法となっている。地盤が堅固でなく、コンクリートダムの建設が困難な場合に建設されることが多い。ダム自体の体積が大きいため安定性があり、アースダムよりは丈夫であるが、洪水による停滞固密には弱い。したがって、 重力式、コンクリートダムなどのように、停滞中央部に洪水破棄を設けることができない。このため、左岸右岸のいずれかの山を掘削して、洪水破棄を設けるのが一的である。中にはトンネルを掘って、ダム下流に放流するタイプの洪水破棄もある。世界では、比較的早い段階から施行が手がけられており、 戦後においては高さが200メートルを超えるハイダムも数多く建設されるようになった。現在世界で最も高い包み高を有するロックフィルダムは旧ソビエト連邦時代より建設が進められているタジキスタンのログンダムでありダムの高さが335.0メートルと東京タワーの高さを超える規模のダムである。下流70キロメートル地点には 現在世界最高の高さを有するヌレークダムもある。このヌレークダムは、中心のコア部の体積の中に、ダムの高さが、日本一の黒部ダム、富山県、黒部川が完全に入るほどの大きさを持っている。このほか世界有数の人造湖を有する、アスアンハイダム、ナイル川やアコソンボダム、ボルタ川などもロックフィルダムである。日本にある、ロックフィルダムについては、 日本のロックフィルダム一覧を参照日本では、戦後に入って本格的なダム建設が進められた。1947年、昭和22年の石淵ダム、岩手県、伊沢川の建設着手が日本におけるロックフィルダム建設の例名であり、小淵ダム、岐阜県、くくり川の完成で建設の歴史が始まった。だが、当初は洪水処理、設計理論など、 技術的に安全性、特に地震への懸念が払拭されていなかったこと、大量の岩石を採取、運搬するノウハウがなかったことなどからあまり高いダムは建設されていなかった。しかし、技術的な進歩やコンクリートダムの建設地点が減少したことなどから1970年代も盛んに建設されるようになり、日本の全ダムで2番目に高い高瀬ダム、176.0。 メートル、高瀬川、長野県のような大ダムが数多く建設された。ダム本体の体積においては上位3ダム全てがロックフィルダムである。現在でも多くの地点で建設が進められている。ロックフィルダムには以下の明けがある。ただし、この分類は主に日本国内で故障されているものである。ロックフィルダムの基本型とも言える形式。 世界的に見てもロックフィルダムの大多数はこの形式で施行されている。主に粘土質で形成されるコア材の位置によってさらに分類される。一つはコア部が基礎岩盤より垂直に建設されている形式で中央土質射水壁型ロックフィルダムまたはセンターコア型フィルダムと呼ばれる。ロックフィルダムの中では安定性に優れており地震や降水量の多い日本のロックフィルダムの 大部分はこの方式である。もう一つは、コア部が基礎岩盤より斜めに建設されている形式で、傾斜土質射水壁型ロックフィルダム、または傾斜コア型フィルダムと呼ばれる。この場合コア材が表面を遮水する役割を果たし、工述するコンクリートアスファルトフェイシングフィルダムに、通った構造となる。安定性を保つため下流部におけるフィルター材、ロック材の分量を多くして、 コア材を支える。地形的理由などで選択されるケースが多いが、建設されたケースは、あまり多くない。アスファルトフェイシングフィルダムは、厚く舗装した、アスファルト、アスファルトコンクリートで、上流部表面を覆い、射水する形式。アスファルト表面射水壁型ロックフィルダムとも呼ばれる。ロックフィルダムの位置形式だが、ダム関連の書籍等では、独立して記載されている。 岩石を台形状に積み上げたダムの上流面に厚さ数十センチメートルにもなる緻密なアスファルト舗装を施し、これで水をせき止める。付近で良質の粘土質が満足に取れない場合などに用いられる形式である。近年の巡洋水発電用ダムでよく用いられる形式である。世界的にはほとんど思考例がなく、日本での思考が大半を占める。 その中で八潮ダムがこの形式では世界一の包み高を誇る。山中に池を掘りアスファルトで舗装するタイプのダム、沼源ダム等もた、その場合は稼働外に建設される場合がほとんどである。コンクリートフェーシングフィルダムは岩石を台形状に積み上げたダムの上流面にコンクリート、セメントコンクリートを打設し、これで水をせき止める。 コンクリート表面射水壁型ロックフィルダムとも呼ばれる。ロックフィルダムの位置形式だが、アスファルトフェイシングフィルダムと同様に、ダム関連の書籍などでは、独立した形式として記載されている。ロックフィルダムとしては建設の歴史が古く1940年代後半から1950年代前半に集中しており、日本で最初に着手された石淵ダムや日本で最初に完成した、 オブジダムはこの形式である。戦後の武士なんで、セメントが著しく不足していた、時代、コンクリートダムから形式を切り替えて建設した経緯がある。だが、射水壁の陥没や、ひび割れ、クラックといった問題があり、これらへの技術的問題が解決できなかったため、しばらくは施行されなかったが、近年ではこれらの問題が解決され徳山ダム、 イビガ上流部二次仮締め切り堤や岡山県のトマタアンブダム、吉井川で再度施行され始めた。世界的には中国の清江に建設されている水布のダムが高さ233メートルと世界一を誇り、完成例ではブラジルにあるが202メートルと世界一高く紫壺ぼダム、中国もこの形式である。コンクリート中央射水壁型ロックフィルダムなどとも、 呼ばれ、コアブが土質材料ではなく、コンクリートやアスファルトで形成された、ロックフィルダム。同様のものにコンクリートコアアースダムなどがあるが、極めて稀な形式である。特殊なものとして、コンクリートダムの下流側面に土を盛り立てた、コンクリート土石混成堤がある。ロックフィルダムは、通常付近の山から、コア材の原料となる粘土質やロック材の原料となる岩石。 土くれを採取する。だが、この形式の場合は、コア材は同様の手法で採取するが、ロック材に関しては、ダムを建設する河川の川底に堆積しているされき、グラベルを主原料として停体へ盛り土地する。聖書によっては、単なるロックフィルダムもしくはアースダムとして扱われている場合もある。世界的には、韓国にある商用湖ダムが規模が大きく、 高さ123.0メートル、総貯水容量が約29億メートルを有する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。